こんにちは、速稼塾のコブです。今回はですね、焼肉の牛角さんを 70% 引きぐらいかな、 70% 引きぐらいで食べる方法をちょっとね、お伝えしていこうかと思います。どうですか？ 70% 引きですよ。しかも牛角なんて皆さんのお住まいの町にも必ずあるんじゃないですかね。で、この牛角なんですけども、先日確か焼肉1ヶ月食べ放題定額パスっていうのを1万1000円で販売して、大きなね、反響を呼んだと思います。ちなみにこの1万1000円の定額パスなんですけども、購入した方の中で本当にね、30日間通った方がいたらしいんですよ。そうすると1日あたり4、500円ということになりますかね。これで食べ放題ってのはすごいんですけども、太りすぎないようにしっかり食べないといけないですね。はい、それでは本題に行きましょうか。この牛角なんですけども、70% 引きで食べる方法ですよね。というのがですね、現在ですね、今、この瞬間ですけども、牛角で今、キャンペーンしてるんですよ。ご存知ですかね？知らないですよね。これが4年に一度の肉の日祭りってやつなんですよね。このキャンペーンっていうのが3月1日まで、されてるんですけども、人気の29種類が、これ半額と、っていうことなんですよね。29種類が半額ですよ。ですんで、皆さんが食べたいものは大抵あると思うんですけども、これを半額で食べるって言っても、70% 引きにならないですよね。じゃあ、さらに 20% どういうふうに取っていくかってことなんですけども、実はですね、au Pay ってのがあるんですよ。スマホとかの au ってあるじゃないですか。au Pay っていうのが2月17日からスタートされてるんですけども、この au Pay っていう払い方で、20% の還元をいただくってことなんですよね。で、さらにですね、au Pay へのチャージは 20% 還元キャンペーンの三井住友カードもしくは、MUFG カードを利用していただくってことになります。よろしいですかね。例えばですね、牛角カルビ S っていうのを490円で食べようとすると、これが牛角キャンペーンで245円でしょ。で、これをさらに au Pay で 20% 還元受けるようにすると、なんとですね、490円の牛角カルビが147円ってことになるんですよ。もっとわかりやすく言いましょうか。牛角カルビ S を10皿頼むと通常4900円ですけども、私の今お話した方法だと1470円になるってことです。さらに T ポイントもつきます。かなりお得でしょ。こういうのね、結構ね、すぐに気づくっていうか、なんか世の中に溢れてるんですよね、こういう風に、安く利用する方法。もちろん今ね、武漢熱みたいなのが流行って、なかなか外食気が進まないし、外出もしたくないと思うんですけども、頭に入れといて損はないんじゃないかなと思います。ちなみにですね、YouTube とかアフィリエイトをやっていこうとする人は、こういう風な、その辺にあるね、今私がお話したようなお得情報を毎日毎日動画とかブログで更新していくことによってアクセスを取ることができるってことになります。しかもこういうふうなブログや YouTube の広告には牛角がついたり焼肉がついたりするわけなんですよね。だから広告料もよく入ると思いますよ。そういうことをね、参考にしながら一人で稼ぐというんですかね、ネットビジネス活動していただいてもいいんじゃないかなと思います。では本日は以上です。